ははいこんにちはレトスのーーです試験の結果が発表されたんですけれどもいかがでしたでしょうか合格された方本当におめでとうございます一方で、えー、合格できなかった方辛い気持ち悔しい気持ちだと思いますでも大切なのはここからどう進むかです試験に落ちたことは決して失敗ではありませんこれはあくまで一つの通過点であり成長するための貴重な経験だと考えてください 今回は次の試験の合格に向けてやるべき3つのステップをお伝えします。3つのステップとは自己分析、計画の見直し、継続的な学習。この3つです。まず1つ目の自己分析について。今回試験を受けてみて何が原因で落ちてしまったのかを考えてみましょう。多くの原因は2つです。1つ目が勉強量。2つ目が勉強の仕方。勉強量はわかりやすいと思います。 基準としては過去問10年分、プラス予想模試を2冊。これを最低限行えたか。例えば予備校や通信講座受講されている方だと、講義を聞いた上で問題を解くという流れだと思うんですね。で、そうなってくると、問題を解く量が必然と少なくなるわけです。例えば1日2時間勉強できると仮定しましょう。過去問中心で勉強されている方だと、その2時間を過去問に時間を使えるわけですね。 もちろん調べながら勉強するわけなので都度テキストは確認すると思いますそれでも予備校や通信講座を受講している方よりは問題量をたくさん解けます予備校や通信講座受講されている方は先に先生の講義や動画を見るわけですよねそこで1時間使ったりまたは1時間半使っちゃったりするわけですそうなると問題を解く時間が30分とか1時間とか必然と短くなりますよねこれでは時間が足りなくなるのはもう目に見えているんですよね もちろん1日5、6時間勉強できるというのであれば全然予備校の講義、通信講座の講義動画見ていただいて構いません。でも一方で1日2時間から3時間ぐらいまでしか勉強時間取れないとなってくるとそれをやっていたら1年間の勉強期間があってもやっぱ足らなくなっちゃうんですね。さらに勉強時間が1時間とか1時間半ぐらいしか取れないという方だとなおさら時間が足らなくなります。なのでこの点は注意しましょう。 つつ目のの勉強の仕方についてですこれはテキストや過去問集の内容をきちんと理解できているかここを確認してみてください今回の試験で過去問10年分予想もし2冊以上勉強したけれども合格点取れなかったそういった方はおおよそ勉強の仕方が間違ってます勉強量をこなせていて正しい勉強をしていたら合格はできるはずなんです にもかかわらず、勉強量はこなせているけども合格できなかったってなってくると、原因は勉強の仕方なんですね。もっと具体的に言うと、理解すべき内容と丸暗記の内容をきちんと区別することができたか、理解すべきポイントについては何を理解しなければいいのかが分かっていたか、またその理解すべきポイント、どのくらいの深さまで理解しなければいけないのかが分かっていたか、この3つが分かっていれば、 正しい勉強ができていたはずです。一方で、この中の一つでも欠けていたというのであれば、なかなか合格するのは難しいはずです。で、続いて、計画の見直しについてです。大まかな計画としては、7月末までで過去問10年分を8割以上解けるようにしていただきたいんですね。で、8月以降は予想模試2冊分を8割以上解けるようにしていただきたいです。このような計画で勉強を進めていきましょう。 ただここで注意していただきたいのは単に8割解けるだけではダメなんですね解けるだけではなくて理解すべき部分についてはきちんと理解をしておく必要があるんですこれができていないと過去問とか予想模試では合格点取れていたのに本試験だと合格点が取れなかったそうなってしまいますこれは丸暗記学習をした結果なんですね理解学習ではなくテキストや解説また先生の講義を丸暗記 これではなかなか合格するのは難しいです。なので理解すべき部分については自分自身で調べながら理解を深めていきましょう。これは独学の方だけではなくて通信講座を受講されている方予備校を通っている方も同じです。例えば民法であれば民法の専門書とかまた弁護士さんや法律事務所のサイトで調べるのもいいでしょう。このように試験対策用の教材だけで勉強するのではなくて 専門書だったり専門家が書いたようなホームページを調べながら理解を深めていただければと思いますそして最後3つ目継続的な学習について勉強は続けていかないと意味がありません1ヶ月勉強しましたでも1ヶ月間休みましたまた1ヶ月間勉強してまた1ヶ月間休んでこれではなかなか実力は上がりませんコツ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 毎日コンスタントに勉強を続けていくということが非常に重要になってきます そのためには計画表を立てた上できちんと計画通り進んでいるか進み具合について自己管理をしていく必要がありますできれば1週間に1回は計画通り進んでいるかの確認を行いましょう勉強ができていないというのであればなんで勉強できていないのかその原因も考えた上で対策も考えていきましょうここまでできれば合格できます今回お話しした内容は全て重要で全てできることによって合格できるんですね 一つでも書きてしまうと、それが原因で落ちてしまうんです。不合格になる原因を一つ一つ潰していくってことがすごく重要になります。理解学習ができていても、勉強を続けることができなければ合格できないし、また勉強を続けることができても、理解学習ができなければ合格するのは難しいです。ここまで解説させていただいたんですけども、なかなか自分自身でこれらすべてを解決していくのは難しいな。でも次こそは絶対合格したい。 そう思っているのであればご安心ください。弊社は個別指導を行っております。今お伝えをしたすべての課題、これを解決することができるのが個別指導です。具体的に個別指導では、弊社が使っている過去問集を使いながら勉強を進めていただきます。その過去問集には理解すべき内容まで記載しております。テキストもあるんですけども、基本的には過去問ベースで勉強を進めていただきます。これは初めて勉強される方も同じです。 なぜそのようなやり方をするかというと実は合格するためには問題文を理解するこの読解力が非常に重要になってくるんですねそのためにはできるだけたくさん問題に触れて問題文を理解することに焦点を当てて勉強していただきたいんですそうなってきた時にテキストだったり動画解説だったり講義だったりそういったものを使っていたら読解力つかないんですね読解力をつけるのが一番時間かかるんです法律の理解 解説の理解。これは調べたらすぐわかります。もちろん弊社の個別指導であれば、弊社の教材の中に記載されているので、それを頭に入れていただければ理解学習可能です。でも、問題文の理解。これについては、日々の勉強で問題文を理解するやり方に従って、それを習得していかないといけないんですね。これに時間がかかるんですよ。なので弊社の個別指導では、 問題文を理解していただけるようにするために、できるだけ過去問を中心とした勉強にしております。もちろん、受講者専用ページには動画もございます。でもそれを見るよりも、文字ベースの問題、解説、こちらで勉強していった方のが実力は上がりやすいので、弊社はそのようにしております。勉強時間ってもう限られた時間しかないわけです。無駄なことをしている時間ってないんですね。なので、そのようにしております。 もちろん分からない部分出てくると思いますそういった時はいつでもお気軽にご質問メールでください個別に回答させていただきますまた計画についても弊社が立てさせていただきます毎日毎日何をしなければいけないのかが記載された計画表です1週間に1回勉強できているかの進捗確認も行います勉強できていないというのであれば言ってください原因を一緒に考えて対策までアドバイスさせていただきます 実際、弊社の受講者様の多くが、自分一人では勉強時間作れない、勉強できない、計画表立てられない、勉強続けることができない、そういった方がほとんどです。忙しい方ばかりなんですね。その中でも合格していっていただいております。それは弊社の計画表の作成サービスと、あと進捗管理サービスがあるからなんですね。もしあなたが忙しくて時間がなかったとしても、ご安心いただければと思います。また、通勤電車使っていて、本を開く時間がない、そういった方もいると思います。 そういった方は受講者の専用ページがございますこちらに過去問15年分以上の問題と詳細解説が載っておりますなのでそちらをご利用いただきながら勉強を進めるということも可能です次の試験に向けて今から少しずつ準備をしていきましょうあなたには必ず合格できる力がありますそして来年あなたに合格していただく自信があります諦めずに挑戦し続けるあなたを応援しております個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで そちらからぜひご確認くださいあなたの受講をお待ちしております卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう